おはようございます、カイチです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。ここまでこちらのシリーズご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。さてさて、昨日はここで終わりましたね。でまあずっとね、いろいろ探索していてもあの目玉がなさそうなんで考えたんですよね。ガーディアン倒したらあの目ん玉出るのかなと。でもそうすると空飛んでるやつ2体3体倒したか、3体倒して目玉1個しか出てないから、それ関係ないかもしれないってなると、普通にやっぱりどっかに目ん玉あるのかなっていう感じですよね。よし、これでいつでも大ダメージ食らって大丈夫ですね。こんだけ今見つかってないっていうのはやばいよね。はあ、なんだろう、なんか見落としてるよね多分。なんだろう、情報収集した方がいいのかな。ああ昨日もあったんだよな、これなんか使うんかな。これと箱があったよね。ちょっと待った、これ多分目玉じゃないかもしれんな。目玉一番上にいるかもしれない。ちょっとひらめた。でさ、多分ここに行けるんだよ。あ、行けそう行けそう。あ、行ける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 んでしょ。こういうことじゃない。乗せれるっしょ。あ、だよね。で、こうでしょ。多分こういう話だと思うんだよね。ああ、惜しい惜しい。あ、じゃあここだわ。ああ、ここにかければ。よし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 。ここからだったらいけそういけそう。ほら、よし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 。オッケー。危ない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 。あのまま目ん玉探ししてたらね、多分見つかんなかったね。やっぱ発想の転換っていうのはね、必要ですよ。なんかガーディアンが思いっきりいるんだけど。よし、やっとだわ。もうやっとマップゲットだ。長かった。よし、で今目指してる火山はこの間にある空白のマップのところかな。なんじゃこりゃ。あ、でもあったな、肉眼で確認したわこれ。あー、はい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 。あ、やっぱりマップ手に入れると出るね。マップがね、かなり詳細に出るじゃん。どうしような。でもやっぱ火山行きたいね。火山どっから行けばいいんだ。何だったっけな、ちょっともう一回ヒント聞きに行こうかな。はい、あ、違ったっけ。ほう、北斗。そうだよね、このデスマウンテンを今目指してんだね。アッカレ地方を目指しなされ。やばそうだよね。で、その後だよな。その道中にある山麓の馬屋の近くのデスマウンテン登山口から入山するべき。山麓の馬屋の、山麓の馬屋って、あ、これじゃないんだ。
あれ、そんな宿ないね。山麓の馬宿なんてないじゃん。まあいいや、じゃあ行ってないとこ行こう。とりあえずここだわ。ちゅー、何あれあれ、何あれ、うーわ、なんかおるし。あれか、神獣か。ゾーラの里だとシド王子と一緒に戦ったけど、今回は誰かと一緒にやるんかな。ちょっとドクロ池行こう。ほう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 、なんかほうほうを結構おねだりしてくる感じはあるよね、馬が。ちょっとなんかわざとこう、ってこうやったりして、ほうほうしてよみたいな。いやー、いいね、散歩散歩。そういうことか、これ絵で示してるわけだね。米と肉と岩塩か。作ってみたいね、ちょっと。しまったなんか岩ロックとか普通にいそうだけどね。ヒノックとかのこの辺寝てんじゃないの。何にもないっていうのも珍しいな。やっぱり、やっぱりいた、やっぱりいたわ。いや、何もいないとかおかしいもんね。よし、いや、久しぶりに勝負するか。あ、馬同士の戦いってしたことないな。あ、でも馬同士はダメだな、ラッシュ使えないもんね。いやー、でもいい武器ばっかだからな、使いたくないな、できれば。ライネルさん、一勝負しようぜ。青色だったかな。いや、ちょっと待った、ちょっと待った、もういきなり青色だったっけ。せいせいせい、はいはー、さあおいで。なんか色が違う気がするな。いた、ちょっと逃げようと思ったのに。写真撮りたいよ、写真。お、なんか名前が違った。青髪のライネル、やっぱりなんか雰囲気違うもんな。いやー写真を撮っただけで殺されてしまうっていうね。あー、どこどこ、よし、違う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 、失敗。なんか持ってる装備も強そう、あの弓とか。あ、全然減ってないじゃん、全然減ってないじゃん。まあこんなもんだ、これぐらいか。あー、でもちょっと強いよね多分。はい、うおっ、さい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 、何だ。あ、そっちか、よいしょ、はい。ちょっと今の装備じゃ難しそうだな。じゃ写真だけ撮って撤退しよう。あんな遠くから気づかんでよ、青髪さん。あかんあかんあかん、気づく気づくぞ。え、ちょっと待って、ライネル青髪ってきたら赤髪とかいるんじゃないの。あ、でももともとこいつが赤髪か、金髪になるのかな次。半人半獣の魔物、あれ人なの一応半分人なの。さらに強靭な体力を持ちいいか。中途半端な準備、そうだね、もう思いっきり中途半端だったな。
若さん。ちょっとね、あの人は迂回しないか。あ、もう狙われたらの最後。若さんごと言っちゃうからね。ちょっとだけいたずらしてみようか。うっそこっから気づく。あっかあかあかあか、気づく気づく。行こう行こう行こう。あれ、いけない、もしかして。落ちる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 かな。大丈夫だよね。すげえな、ほんと戦闘民族だよね。なんかもう、あそこから気づくんや。久しぶりだわ。あれさ、上行けんわ。あの辺から飛んでようやく行けるかどうかっていうとこだな。これもさ、新種だったりするわけ。クロヒオックス新種じゃん。ってことはさ、多分普通、あ、なんか逃してるね。普通のヒノックスだと思って違うやつがいた可能性があるな。電気に弱そう。あ、そう、普通にエレキロットかな。まずは股間に打ち込んで。あれ、え、全然当たらんじゃん。おお、何にもしてないの。ここ、いっ、えめっちゃ強い。あ、でもそんな耐久力ありそうな感じはしない。おっと、ほっ、これで終わるんじゃない。よし、あ、騎士の両手剣。よし、なこれ、うわ、かわいそうかわいそう。何事もなかったかのように言ったけど、キツネにヒットしてたな。ああ、転がんけんか。あ、でも意外なとこにめっちゃいるかもしれない。くそ、しまった。三匹。引き上がり。お。もういいよ、見つかっても。ヤッホー、ヤッホー。よっよっ、うち、あれ、凍らないんだ。落ちろ、よいしょ。
よし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 。君も落ちてちょうだい。で、起きて、起きて。何が起きたかわからない。あれ、俺寝てたんだけどなみたいな。俺上で寝てたのに、なんでこんなとこにいるんだろうか。寝てただけなのにボロッボロに、ボロックソにやられるなんてかわいそうだね。ある日目覚めたら殴り殺されていた。かわいそうすぎる、かわいそうすぎる。まああれを起動したら今日は終わりです。まあいけそうだよね。だといいけど、謎解きだときついね。はい、ということで起動しましたので、本日の配信はここまでとさせていただきます。次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。